俺も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそ。はい、半年に一度ぐらいの企画ね、家でラーメンを食べながら語ろうというね、そういうコーナーでございます。今回いただきますのはね、この山陽食品熊本ラーメン桂花ね。桂花といえばね、熊本ラーメンなんですけどね、東京新宿にね昔からお店がありまして、豚骨ラーメンをね初めて食べたのが新宿の桂花だったんですよ。今からねだいたい35年前ということでね、まあそれはね衝撃的でしたよ。はい、まずはねこの豚骨の匂いね、桂花の新宿店はね今もね同じ場所にあるんですけど、店前の細い道ね、そこに来るともうね豚骨の匂いがねもうなんともたまらないというね。はい、そしてね当時はねまあラーメンしかないそういう専門店というのもね新鮮だったんですよね。それまではねラーメン以外にも餃子やチャーハン、まあレバニラ炒めとか定食があるのはねまあ当たり前の昔ながらのねその中華料理屋っていうのがね、当たり前でラーメンしかないっていうのもね、衝撃的でしたね。でその豚骨ラーメンもね白いスープで脂も多くて味もね醤油なのか何なのかっていうかね今まで味わったことのない風味で、まあうまいんだかねまずいんだかよくわからないけどまた食べたくなるっていうね、なんかそういう不思議な感覚というのをね初めて経験しましたね。その桂花のね人気メニューといえば今も昔もターローメンなんですけどね、昔のねラーメンのチャーシューはもう向こうが透けるって見えるほど薄いのが当たり前でね、だけどそのターロー麺はね大きくて柔らかいねブロック肉が入ってて、そのねターロー麺をね食べるのがちょっとしたね贅沢だったんですよ。はい、というわけで着丼ですね。山陽食品熊本桂花ラーメンね。自分はねこんなチャンネルやっといてなんなんですけど、実はね普通の一般的なラーメンっていうのがねあんまり好きじゃないんですよ。麺類ならラーメンよりもうどんっていうね、まあ武蔵のうどん育ちなんでね。はい、だけどね桂花さんだけはよく行ってたんですよ。最近はねまあ二郎系ばかりなんであんまり行ってないんですけど、まあそのせいもあってかねスーパーの棚にこのラーメンを見た時、まあ無性にね食べたくなって、購入してきたわけです。はい、桂花ラーメンの特徴の一つね、このねマー油の浮いたスープですね。やっぱね、麻油がないとね、桂花じゃないですね。なんて言ってますけどね、昔はね、麻油なんて全然知らなかったんですよ。はい。で、まあこのスープね、桂花のスープにね、かなり近いとこれ思いますね。まあいい線いってるんじゃないですかね。はい。まあどのくらい近いかというとね、だいたい 65% ぐらいですかね。まあこれを近いと見るかどう見るかなんですけど、まあ麺もね麺もまあいい感じです。ですけどまあ麺はねちょっとお店とねほど遠いっすかね。はい、ラーメンを食べながらまあ語ろうということでね、ちょっとねラーメン以外のことをね語りたいと思うんですけど、私ラジオを聞くのが好きなんですよ。推しチャンネルはね、まあ TBS ラジオなんですけど、まあ、深夜のジャンクとかね、土曜深夜にね、東京ポッド許可局というね、番組あるんですよ。ああ、言えねえ。マキタスポーツさんと、プチカシマさんと、サンキュー達夫さんのね、おじさん3人が、ただ喋ってるだけの番組なんですけど、その中でね、おにぎり2個だけ選べるとしたらね、何を選ぶかというね、おにぎり2個だけ選手権という話が出て、おにぎりをね2個しか選んじゃダメなんですよ。そしたらあなたは何おにぎりを選ぶかという話なんですけど、まあはい、ここでねライス登場ですね。用意しました。この桂花のカップラーメンね、味の方はね合格点なんですけど、麺量はね著しく物足りない。はい、それでねまあおにぎり2個だけ選手権のね話ですけど、他にもね選んでいいんですよ。まあ例えばね今みたいにカップラーメンとおにぎり2個とかね、となるとねこれ話は変わってくるわけですよ。単品ではまず買わないね白結びとかね、まあまあ有力候補になってきますよね。この場合ラーメンの種類とかねもう違ってきますよ。
で自分はね以前ならまあツナマヨね絶対だったんですけど、このツナマヨのね存在を脅かしてるのがね、なんかハムが乗ってるやつね、丸くてマヨネーズを挟んであってね、マヨネーズ対マヨネーズになってしまうのでね、最近はねあのツナマヨのね起用が激減してるわけですね。で梅おにぎりもね、いいんですけど、最近はカリカリした小粒の梅がねまぶしてあるやつとかね、はい、まあラーメンと一緒だとね、でもねあの塩分がねちょっと肩になってしまうんでね、はい、定番のね鮭とかたらこもねラーメンと一緒だとねちょっと買わないですよね。塩分がねまあちょっときついんでね、はい、まあそういう時はね赤飯とかね、またねあのセルフイレブンのね赤飯がねうまいんすよ。で手巻き寿司タイプはどうなんだとね、手巻き寿司も多分入れてよかったと思うんですよね。ならねネギトロ巻きとかね、あとあのカニカマのやつあるじゃないですか、あれもね好きなんですよ。まああれもねマヨネーズ味なんですけどね、まあスーパーのおにぎりもねもちろん OK ですよ。スーパーアルプスのねスパムおにぎりね、あれもね大好きなんですよね。まああれもねマヨネーズ味なんでね、結局マヨ好きなだけじゃんみたいなね、しかしなんだかねラーメンよりもねご飯食べてる動画になってますよね。このラーメンもう少しねボリュームあればね言うことないんですけど、はい、というわけでね皆さんはおにぎり2個だけ選べるとしたらね、どんな組み合わせをね選びますかね。よかったらコメント欄にね教えていただけたら嬉しいかなと思います。はい、というわけでごちそうさまでした。はい、この動画面白いなと思った方はいいねボタンと、よろしければチャンネル登録をねお願いいたします。あとはねおにぎり2個だけ選手権のね組み合わせもね、教えていただけたらとね思います。はい、今回はこの辺でさよなら。